掛け算の決まり3時間目を始めます問題は3つだよ箱にいっぱい飴が入っていますそれぞれ飴がいくつあるか計算で求めてね1番はミルク飴ばっかり2番と3番はいちご飴とレモン飴だよ1から 考えてみよあめは縦にいくつ並んでいるかな ?8 個だね。それが5列並んでいます。式にすると 8×5 だね。そして答えは4040 40個だ。2番は いちご飴とレモン飴が並んでいるね。いちご飴は縦に三個で五列、レモン飴は縦に五個で五列。式にすると、いちご飴の三かける五とレモン飴の五かける五。 足せばいいんだね3かける5たす5かける5で 3×5 15足す 5×5 25合わせて40個だ3番もいちごとレモンだけど2番とちょっと違うよ いちごあが縦に8個が3列。レモンは縦に8個が2列だね。式にすると、いちごが 8×3。レモンが 8×2。8324と、 8に16を足せばいいんだ。24たす16で40個だ。計算の仕方は違ったけど、あの数は同じだね。2番は縦の8個。かけられる数を3個と5個に分けたんだね。 3番は横の5個かける数を3個と2個に分けたんだね。かけ算の決まりの「3」はかけられる数やかける数を分けて計算しても答えは同じ。もう一度言うよ。かけられる数や、 かける数を分けて計算しても答えは同じ。では練習問題を始めましょう。動画を止めて答えを書いてみてね。答え合わせをするよ。1番のカッコは 5×7 だから35。2番は9を5と 4に分けてるね。2番は4。で、ししち28。3番は28。4番は35と28を合わせて63。くしち63。同じだね。2番。4×8。まず4、4×1 は4だね。 すると8を1と7に分けてる。だから6番は7。4728。7番は28。4と28で8番は32。4波32。同じだね。全部合ってたかな掛け算の決まり3の勉強はこれでおしまい。 掛け算の3つの決まり、わかったかな4時間目は掛け算の決まりを使って、ちょっと難しい問題にチャレンジしてみよう。